皆様、本日は神カリスマ東京2021アワードにご来場いただきありがとうございます。開演に先立ちまして、ご来場いただいている報道関係の皆様向けのご説明をさせていただきます。ご来場の皆様恐れ入りますが、報道関係の皆様向けのご説明の時間と、本日は神カリスマ東京2021アワードにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日のアワードは神カリスマ公式 YouTube LINE ライブにて生配信を行っております。ライブ配信をご覧の皆様、
ご視聴ありがとうございます。開演まで今しばらくお待ちください。また会場内にて各種取材を行っています。ステージ、観覧席の画像、映像が使用される場合があります。あらかじめご了承ください。また本日は写真、動画撮影が可能です。ハッシュタグ神カリスマをつけてインスタグラム、ツイッターなど SNS での投稿をお願いいたします。表彰中、携帯電話、スマートフォンはマナーモードへの設定をお願いいたします。会場内は禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。当イベントは一般社団法人日本ホテル協会新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドラインに基づき徹底した対策を講じて開催いたします。本日の開催に至りまして、新型コロナウイルス感染症感染予防に伴い、お席でお座りの際は必ずマスクを着用するようにお願いいたします。またお席にはマウスシールドをご用意しております。ご登壇される際はマウスシールドの着用をお願いいたします。まもなく開演いたします。お時間まで今しばらくお待ちください。本日は神カリスマ東京2021アワードにご来場いただきまして誠にありがとうございます。そしてこのアワードの模様はライブ配信もされております。ライブ配信をご覧の皆様、ご視聴ありがとうございます。当イベントは外務省、経済産業省、厚生労働省、国土交通省観光庁、東京都、日本政府観光局よりご講演をいただいております。また一般社団法人日本ホテル協会新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドラインに基づき徹底した対策を講じて進行いたします。
申し遅れました。本日の司会進行を務めますテレビ朝日アナウンサーの竹内恵美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、神カリスマ東京2021アワードは、日本が世界に誇る美容技術の高さを日本国内だけではなく世界に発信していくことを目的としております。現在日本の美容室はおよそ25万件、美容師人口はおよそ53万人と言われております。栄えある第1回の去年に引き続き、今回もその中で日本が世界に誇る東京の美容師美容室の方々を選出いたしました。カット部門99名、パーマ部門11店舗、ヘアカラー部門17店舗、トリートメント&スパ部門19店舗を本日発表いたします。アニメや和食、伝統芸能などと同様に、日本の美容は世界に十分通用する繊細で稀有な技術を持っております。カット、カラー、パーマ、スタイリング等の技術、そしてシャンプーやトリートメントなどの商品も含めた総合ヘアエンターテインメントを提供してきたからこそ、アジア圏はもちろん欧米と比較しても圧倒的なポテンシャルを持つジャンルだと考えております。この日本が誇るコンテンツを世界に広めていくことで、これからの美容を単なる産業から誇るべき文化へと成長させていくことが狙いです。東京都内の厳選されたレストラン飲食店を紹介するミシュランガイド東京がございます。それと同様に、専属の総合審査員たちが技術力、デザイン力、世界への発信力、スター性、今をつかむ表現力、店舗接客、売上力の合計7項目を神カリスマの選定基準として数値化した正当な評価で、全国53万人の美容師の頂点ともいえる東京のヘアスタイリスト、東京のスタイリスト、東京のヘアサロンを選出しております。また今回の選出にあたりまして、ミシュランガイドのようにお店ではなく、美容師という個人にフォーカスすることによって、個人のブランディングやカリスマ性を今後さらに大きくしていきたいと考えております。同時にヘアカラー、パーマ、トリートメント&スパというサロンメニューの柱となる3つのカテゴリーにおいても該当する東京のヘアサロンを選出させていただきました。そして今回受賞されたスタイリストやヘアサロンの皆様をご紹介するガイドブック、こちらです。神カリスマヘアサロンガイド東京2021というタイトルで、12月16日水曜日に発売いたします。このタイトルは、髪の毛の髪や最上という意味での髪、そして神様の髪をかけておりまして、髪を通じてライフスタイルを創作する美容師の中でもトップクラスの方々イコール神がかっている技術を有しているという意味を込めています。このような方々をカリスマ美容師と呼ぶことから、今回のタイトルをつけることとなりました。こちらの書籍は日本だけでなく、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコなどアメリカから、オーストラリア、台北やバンコク、プノンペンなどのアジア圏に至るまで世界中に展開する紀ノ国屋書店様のご協力によって、世界9つの国と地域で発売されます。ぜひご期待ください。世界一と言われている日本の美容技術が国内外に発信されることで、新たな競争が生まれ、今まで以上に各々が切磋琢磨していく、その相乗効果によって技術力がさらに高まり、未来永劫続いてほしいという願いのもと開催させていただく運びとなりました。今年は残念ながら各イベントやショーのほとんどが中止となってしまいましたが、今回の神カリスマ東京2021アワードは、2020年美容業界最大級のイベントとして、徹底した対策を講じながら盛大に進めていきたいと思っています。それでは、神カリスマ実行委員会副会長を務めていただいております自由民主党副幹事長、選挙対策委員会副委員長、
衆議院議員薗浦健太郎先生よりご挨拶を申し上げます。薗浦副会長、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました、今年も副会長を仰っております薗浦健太郎でございます。まずは何より神カリスマ東京2021アワードにおいて表彰を受けられます美容師の皆様方、そしてサロンの皆様方に心からお祝いを申し上げます。誠におめでとうございます。特に今年はコロナということで、私の友人がやっている美容室もコロナ対策、それで予約の取り方、また従業員の通勤方法に至るまで大変それぞれにおいて工夫を重ね、苦労されながら店を経営をされておられます。おそらく皆様方も同じことだと思います。我々はそれにできる限りのサポートをこれからもしていきたいというふうに考えています。さて、このアワードはお店のみならず美容師さん個人にスポットを当てて星を授与させていただいております。この日本、いろんなことが言われてますけれども、過去あまたの苦難を人材、人の力で乗り越えてきました。資源もない、国土も狭い、だけれども先輩たちが後輩たちを教え、技術を引き継ぎ、そしてさらなる高みに導いていく、これが日本人、それから日本の素晴らしさだろうと思っています。そういう意味において、まさに美容業界は苦労を重ねてこれまでやってこられた先輩たちが後輩たちを指導し、そして後輩たちがまた技術を身につけ、さらに高みに上っていくという、まさに日本らしい業界であって、後輩たちは先輩たちの指導に感謝をしながら育っていく、素晴らしい業界であると思います。先ほど司会の方からもありました、もう一産業ではなくて、日本が世界に誇るべき文化、美容師さんそれぞれの感性、そして蓄積された技術は何者にも代え難いものだと思っています。今日も政府の多くの機関が講演をし、観光庁からも部長が来ておりますけれども、我々はこの業界を日本の誇りとして、これからも応援をし続けてまいりたいと思っています。改めて、今日表彰を受けられる皆さんにお祝い申し上げるとともに、さらにご活躍をされることをお願い申し上げまして、副会長としての開会の辞に変えさせていただきます。ありがとうございました。薗浦副会長、ありがとうございました。それではいよいよアワードの表彰式に移りたいと思います。改めて神カリスマの選定基準をご説明いたします。注目していただきたいのは、カット技術やデザイン力だけが評価の基準ではないという点です。1、技術力、2、デザイン力、3、世界への発信力、4、スター性、5、今をつかむ表現力、6、店舗接客、7、売上力の7つの基準をもとに数値化し、全国53万人といわれる美容師の中からカリスマの中のカリスマといえる美容師、美容室を選定しております。はじめに日本を代表するパーマ、ヘアカラー、トリートメント&スパのメニューや技術に優れた美容室の皆様を発表いたします。日本の最先端の美容技術と職人の技の組み合わせによって生まれたカリスマヘアサロンとも言えるでしょう。続いて美容師個人の皆様をメンズスタイル部門、総合部門という流れで表彰させていただきます。これから表彰されるのは全国53万人とも言われる美容師の中から7つの選定基準によって選ばれた、まさに日本代表とも言えるカリスマの中のカリスマ美容師99名です。ミシュランガイドが花のマークを指標にしているように、当ガイドブックではハサミマークを指標として使用しております。今回はハサミマークの1つ、2つ、3つの順に発表させていただきます。
すべての発表終了後、各部門ごとに記念撮影を予定しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。ではまず、優れた技術をお持ちの美容室の表彰へと移ります。この賞はメニューの柱となるパーマ、ヘアカラー、トリートメント&スパというすべてのお店に必ず存在するメニューの中で、特に優れた技術をお持ちの店舗が選ばれております。それでは早速発表に参りましょう。神カリスマ、パーマ部門、ヘアカラー部門、トリートメント&スパ部門と続けて発表いたします。ステージのモニターをご覧ください。皆様おめでとうございます。本日お越しくださいました皆様の代表としてステージに上がっていただきます。なお、ご登壇の際にはお席にございますマウスシールドをつけてお上がりください。まずパーマ部門の受賞サロンを代表いたしまして、アピッシュ銀座坂巻哲也さん、ステージにお上がりください。本アワードは国土交通省観光庁観光地域振興部長村田茂樹様より盾の贈呈をいただきます。村田部長、どうぞよろしくお願いいたします。なお、昨年今年の開催にご尽力いただきました前観光庁長官田畑博様にもお越しいただいております。田畑様、どうもありがとうございます。それでは盾の贈呈をお願いいたします。おめでとうございます。ではお写真撮影もお願いいたします。ではよろしいでしょうか。おめでとうございました。神カリスマパーマ部門受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお送りください。坂巻さん、どうもありがとうございました。村田部長はこの後も表彰が続きますので、ステージにお残りください。
次にヘアカラー部門の受賞サロンを代表しまして、ダコタレイシー小谷秀親さん、お願いいたします。おめでとうございます。では贈呈をお願いいたします。ではお写真の撮影よろしいでしょうか。はい、おめでとうございました。神カリスマヘアカラー部門受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお願いいたします。小谷さんもありがとうございました。続きましてトリートメント&スパ部門の受賞サロンを代表しまして、アマータ美香さん、ステージにお上がりください。それでは贈呈をお願いいたします。ではお二人で、はい、ちょっと手を添えていただいて写真撮影をお願いいたします。おめでとうございました。神カリスマトリートメント&スパ部門受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお送りください。そして美香さん、ありがとうございました。そして村田部長もどうもありがとうございました。神カリスマパーマ部門、ヘアカラー部門、トリートメント&スパ部門受賞の皆様は全表彰終了後に盾の贈呈、写真撮影が順番にございますので、会場内に残っていただきますようお願いをいたします。続きまして、神カリスマメンズスタイル部門を発表させていただきます。7つの指標によって選ばれたメンズスタイルのカリスマの中のカリスマ美容師たち、選定からさらに指標を加えた形で一つ星、二つ星、三つ星と続けて発表と表彰いたします。ステージのモニターをご覧ください。おめでとうございます。メンズスタイル部門は自由民主党参議院国会対策委員会副委員長今井絵理子先生より盾の贈呈をいただきます。まずは今井先生から一言ご挨拶を頂戴いたします。今井先生、お願いいたします。神カリスマ2021お招きいただきありがとうございます。参議院議員の今井絵理子です。皆さんにとってはスピードの今井絵理子の方が馴染みがあるかと思いますが、受賞された皆さん本当におめでとうございます。芸能界から
知っている美容師さんも多く、見られ、懐かしいなと思うと同時に、第一線で今も活躍されていることに喜びを感じています。私は歌って踊ることは得意なんですけれども、挨拶はちょっと苦手なので、メッセージを書いてきたので、読ませていただきたいと思います。人々は大きな節目や大切な日、また失恋した日などに髪を切ったりとイメージチェンジをすることが多いと思います。コロナ禍で若い世代が路頭に迷われている中で、皆さんの技術で多くの方が救われていると思います。そして多くの方が笑顔になり、明日からも頑張ろうという気持ちになれるでしょう。私もその中の一人です。コロナ禍で苦しみもがきながらも、諦めずにお客様に笑顔と幸せを与えてくださっている皆様に感謝を申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。今井先生、どうもありがとうございます。ではステージ上にお残りください。まずは一つ星受賞の皆様を代表しまして、畑成美さん、ステージにお願いいたします。ご登壇の際にはお席にございますマウスシールドをつけてお上がりください。畑成美さんはサリに所属されております。それでは盾の贈呈をお願いいたします。はい、では撮影をお願いいたします。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。畑さんをはじめ、神カリスマメンズスタイル部門一つ星受賞の皆様へ、今一度大きな拍手をお送りください。続いて二つ星受賞の皆様を代表しまして、中村富吉さん、ステージへお願いいたします。中村さんはゴールドに所属されています。ではお願いいたします。はい、おめでとうございました。中村さんをはじめ、神カリスマメンズスタイル部門二つ星受賞の皆様へ、今一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして、三つ星受賞の高木拓也さん、ステージにお上がりください。高木さんはオーシャン東京に所属されています。では撮影をお願いいたします。おめでとうございました。神カリスマメンズスタイル部門三つ星高木さんへ、今一度大きな拍手をお願いいたします。神カリスマメンズスタイル部門三つ星主賞の高木さんは、総合部門表彰の最後に写真撮影がございます。また一つ星二つ星受賞の皆様は、全表彰終了後に写真撮影が順番にございますので、会場内に残っていただきますようお願いをいたします。
さてここで神カリスマ実行委員会会長を務めていただいております副総理財務大臣第92代内閣総理大臣麻生太郎先生がお忙しい公務の合間を縫ってたった今到着されました。それでは麻生会長にご挨拶をいただきたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。麻生太郎です。去年初めてこの神カリスマっていう実行委員会の委員長をやれとか載せられて何が何だか全然わからないまま第一回来た時に比べたら会場は4倍ぐらい広くなってるかな。ほらなんとなく赤いカーペットまで敷かれてだんだん派手になってきていいですね。なんとなく今みんなコロナが大変だとかなんとか言ってみんなしょーんとしたような話をして一回飲みに行くのもちょっと控えようやとか10時に閉めねえとなんだとかかんだとか言ってみんななんとなくこう縮み思考みたいになってるような感じはしますけど、あの忘れんでくださいね、コロナで亡くなった方っていうのは今2200人ぐらい亡くなったと思うんですが、去年1年間でいわゆるインフルエンザで亡くなる方大体4000人ですから、今年は2000人ですよ。そしてインフルエンザにかかられる方は逆にみんなが手洗ったりマスクしたりなんだりするせいもあるんだと思うけど全くありませんで、大体9月、10月、11月、この3ヶ月間ぐらいで平均で7万8千とか8万2、3千の方が毎年インフルエンザにかかられたといって登録されるんですけども、今年は250人だからもう全然桁が違って下がっちゃったっていう事実がありますから、そういった意味であのこういった話はなんとなく新聞だけ読んでるとえらい大変なことになるってるかもしれませんけど、逆に風邪ひく方激減してますから、医者が儲からないから何とかしてくれって言いに行くんだから、患者がいなくて喜ばないか医者が患者がいなすぎて飯が食えないという陳情があるぐらいあの風邪がなくなってるというのも事実ですから、そういった意味ではあまり過度に恐れてみたり怖がってみたりせんとこういった具合ないちゃんとやるべきことをやるったらいいことだと私はそう思います。神カリスマっていう話をして去年から何人かの人に話をしたんですが、みんな全然この人のことのわからない人はいっぱいいますので全然わからないんですけれども、だん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 そういった意味が分かってこられている方も少しずつですけど増えてきているように思っているんです。例えばなんとなく総理大臣の時だったかな、あもうちょい前だな、その頃漫画ってのはでかい値打ちがあるんじゃないのっていうことを言ったんですけれども、漫画しか読めねえ漢字が読めねえとかボロカス言われた記憶があるんですけれども、その漫画も鬼滅の刃に限らず千と千尋の神隠しとかいずれもハリウッドの映画をはるかに超える興行収入を上げてむちゃくちゃな金稼ぎ出した。しかもコストはタイタニックの何百分の1ですから、それで世界一の興行収入を上げてオスカー取ったというのが千と千尋の神隠し、そして今年は鬼滅の刃ということになるんだと思いますが、そういったものをみんなサブカルチャーとか言うけれども、少なくとも高山寺のお寺、高山寺行ったら鳥獣戯画なんていう
カエルが相撲を取ってるような漫画が昔からだからね、何百年も前から。そういったものが永遠としてこの国にはあるんですよ。髪の毛だってバサバサにならなきゃいいってもんじゃなくて、なんとなく黒い毛髪だったもんだから、結婚式の分金島田に始まり、丸曲げ等々、二百三高地、いろいろな昔から日本の髪を言う、ちょんまげもちろんですよ、男の人の酒焼きだって、みんなそういったものに時間と金かけてね、そして永々と作り上げてきた文化じゃないの。それが今カリスマって言われるものになるまでになって、世界中から皆さんのところにはお客が来る。予約は何ヶ月も先までいっぱいとか、そういったもので海外から外貨を稼いでるのが皆さん。物が売れなくなって、いろんな意味でこの国はもっと貧しくなるはずだけど、幸いにして皆さんみたいな人がいるから外貨が入ってくる。その外貨がこの国の力になってくる。そういったものなんだと思って、皆さん方は大いに貢献してるんだってことに自信持ってもらいたいんだね。カリスマなんて言われるようになるまでになったんだから、いろいろ言われるだろうかもしれないが、ぜひ自分のやってることに誇りというものを持って今後とも頑張ってくれればと心から願っているもんです。ぜひ皆さん方がこういったどうやっていう理由で始められたんだかし、始まった理由はきっといろいろなんだろうけれども、そういった人たちがいろいろ言われて皆さん方の中にいろいろな思いがあるんだとは思いますけれども、ぜひ俺たちはというプライドをぜひ持ち続けてもらわないと、仕事に誇りが持てないといい、なんとなく張りも出てこない、僕は基本的にそう思ってますんでぜひ皆さん方が今後ますます自信を持って自分のやってる仕事に専念して、さらに力をつけられていくことを心から期待をし、ご挨拶で返させていただきたいと思います。おめでとうございました。麻生会長ありがとうございました。どうぞお席にお座りください。皆様お待たせをいたしました。いよいよ神カリスマ総合部門の発表です。この部門は美容師個人にフォーカスし、日本の中でも特に優れた美容師の方々に贈られる賞となります。全国53万人の美容師の中から7つの指標によって選ばれたカリスマの中のカリスマ美容師たち86名、選定からさらに指標を加えた形で、まずは一つ星の発表と表彰をいたします。ステージのモニターをご覧ください。
皆様おめでとうございます。53万人の中から選ばれたトップレベルの61名の皆様です。まずは一つ星受賞の皆様を代表しまして、宮地範良さん、ステージへお願いいたします。宮地さんは車中渋谷本店に所属されています。そして神カリスマ実行委員会薗浦副会長より盾を贈呈していただきます。薗浦副会長、どうぞよろしくお願いいたします。ではお願いいたします。どうぞ拍手をお願いいたします。おめでとうございました。宮地さんをはじめ神カリスマ総合部門一つ星受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお願いいたします。宮地さん、どうもありがとうございました。薗浦副会長はこの後も表彰が続きますので、ステージにお残りください。それでは次の表彰に移らせていただきます。二つ星の発表と表彰をいたします。ステージのモニターをご覧ください。おめでとうございます。53万人の中から選ばれたトップレベル18名の皆様です。二つ星受賞の皆様を代表しまして、河野よしきさん、ステージにお願いいたします。河野さんはガーデン東京に所属されています。薗浦副会長、お願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。河野さん、どうもありがとうございました。そして皆様おめでとうございました。薗浦副会長もどうもありがとうございました。それでは次の表彰に移らせていただきます。三つ星の発表と表彰をいたします。ステージのモニターをご覧ください。
おめでとうございます。53万人の中から選ばれた日本が誇る世界最高レベルの7名の皆様です。ご登壇の際にはお席にございますマウスシールドをつけてお上がりください。三つ星に関しましては受賞されたすべての皆様にステージへお上がりいただきます。お名前を呼ばれました方からステージへお願いをいたします。朝日光照さん、ステージへお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。続いて岡村隆久さんです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。続いて川端健さんです。大きな拍手をお願いいたします。中村明宏さんです。どうぞ拍手をお願いいたします。続いて宮村博樹さんです。どうぞ拍手をお願いいたします。なお川島文夫さん、奈良裕也さんは都合により欠席でございます。それでは神カリスマ実行委員会を代表しまして、麻生会長より盾の贈呈です。麻生会長お願いいたします。はい、まずは朝日光照さんです。朝日さんはサンバレーに所属されています。では贈呈お願いいたします。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。続いて岡村隆久さんです。岡村さんはミンクス銀座店に所属されています。どうぞ拍手をお願いいたします。はい、おめでとうございました。続いて川端健さんです。川端さんはビュートリアム七里ヶ浜に所属されています。おめでとうございます。こぼれるような笑顔ありがとうございます。おめでとうございます。続いて中村明宏さんです。中村さんはアビー2に所属されています。おめでとうございます。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。はい、いい笑顔でお願いいたします。ありがとうございます。続いて宮村博樹さんです。宮村さんはアフロートシェルハに所属されています。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。はい、麻生会長も素敵な満面の笑みありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆様おめでとうございました。ここで写真撮影を行いますので、ステージ上にてお待ちください。メンズスタイル部門の三つ星高木さん、園浦副会長、今井先生、村田部長、ステージにお上がりください。写真撮影用にパーテーションをご用意いたします。マウスシールド、マスクをお付けの方は恐れ入りますが、一度お取りいただきますが、その間会話は控えていただくようお願いをいたします。マウスシールドは写真撮影のために一旦お預かりをさせていただきます。
その間恐れ入りますが、会話は控えていただきますようお願いをいたします。はい、準備ができました方からご案内いたしますので、パーテーションの中にお願いいたします。はい、またパーテーションの中ですが、少し前の方にお越しいただきますと写真撮影がしやすいかと思います。はい、パーテーションの中でも少し前の方にお詰めいただけますと幸いです。はい、ギリギリ前までお越しください。よろしいでしょうか。まずはスチールカメラの撮影から参ります。前方にスチールカメラがございますので、どうぞまずは中央部分をご覧ください。手を挙げていただいておりますので、そのあたりお願いいたします。続いて中央から少し向かって左手ご覧ください。笑顔でお願いいたします。続きまして皆様からご覧になって右手をご覧ください。そして再び中央あたりをご覧いただけますでしょうか。お願いいたします。皆様受賞の喜び笑顔でお願いいたします。ありがとうございます。続きましてムービーカメラの撮影と参ります。後方に並んでおりますカメラ、あちら動画ですので少し動いていただいても構いません。どうぞ笑顔、手を振っていただいても構いませんので、どうぞご覧ください。はい、はい、少しじゃあちょっと皆様恐れ入りますが手を振っていただけますと幸いです。会長筆頭にありがとうございます。すみません、ご協力いただいてありがとうございます。恐れ入ります、ありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。では麻生会長、薗浦副会長、今井先生、村田部長、どうぞマウスシールドをつけてお席へとお戻りください。三つ星受賞の方々はそのままお残りください。会長のマウスシールド大丈夫でしょうか。ありがとうございます。お席にお戻りください。三つ星受賞の方々は今しばらくステージ上にお残りください。なお総合部門メンズスタイル部門の一つ星二つ星の皆様、パーマ部門、ヘアカラー部門、トリートメント&スパ部門の皆様は後ほど写真撮影を行いますので会場内にてお待ちください。はい、それでは今回の神カリスマ東京2021アワード受賞者の皆様を代表しまして、総合部門三つ星を受賞されました宮村博樹様より一言ご挨拶を頂戴いたします。お願いいたします。皆さんこんにちは。今回、このようなすごい素敵な賞をいただけたということは本当に嬉しく思っております。で、僕がそうですね、美容師を志して、何年か経った時に周りの人たちを見て、美容師ってどんな感じなのかなって思ってたんですね。で、その時に思いついたのが、美容師は死という言葉をつくじゃないですか。で、その時に、世の中にものすごく貢献している人たち、たくさんいるとは思うんですけど、死って何かなっていう時に、僕は弁護士さんや医師の人たちをこう頭の中に浮かべたんですけど、で、僕も美容師だったのでその死の中の一人なんだなと思って、じゃあこれはもう美容師として の地位や価値をどんどん高めていって、
本当にあのお客様や周りの人を幸せにしたいなみたいな、そんなことを思いながらこうやってきました。で、まあ、昨年今年といってこういう形であの素晴らしい賞をねいただけたっていうことは本当に嬉しく思ってます。でこういう機会をね本当に作っていただき、そしてもっともっとこうね美容師業界を世界にどんどんどん広めていけるような感じでこれからもやっていきたいと思います。麻生会長本当ありがとうございました。これからも頑張っていきます。はい、宮村様どうもありがとうございました。はい、受賞者の皆様は少し端に寄っていただけますと幸いです。続きまして同じく総合部門三つ星を受賞されました川島文夫様よりビデオメッセージを頂戴しております。ステージのモニターをご覧ください。全国の美容師の皆さん、ピーカブーの川島文夫です。今日は、都合により欠席したんですけども、気持ちはそこにあります。神カリスマについてですけども、これからの美容師を目指す人または、今の美容界を活性化するためには、とてもいい企画だと思います。これを一つの、モチベーションとして、これからますます皆さんがポテンシャルを大きく持って、活躍することがとてもいい機会だと思っております。はい、今年は、思いがけずに、コロナ禍の影響で、様々な人が、様々な、希望を失っていると思います。我々美容師も、コロナに負けずに、少しずつ一歩一歩前進できれば、最高だと思うんですけども、やはり世の中の状況状態をしっかり踏まえ、3密しっかり守りながら、やっぱり美容室にまた、この人に髪をやってもらったら気持ちがいいなっていうことを心の中から忘れないでやってほしいと思います。コロナに負けずに、人間は後ろ向きには歩かないと思います。いつも前進という希望を持って皆さんと一緒にこれからも2021年頑張りたいと思います。ありがとうございます。川島様どうもありがとうございました。では改めまして三つ星の皆様に大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。ではどうぞお席にお戻りください。神カリスマ東京2021アワード受賞者の発表は以上となっております。皆様改めまして盛大な拍手をお願いいたします。本当におめでとうございました。冒頭でお伝えしました通り、来週12月16日より世界各国で神カリスマ東京2021ヘアサロンガイドの書籍の販売が決定しております。日本だけではなく世界中に展開する紀ノ国屋書店様のご協力によって世界9つの国と地域でも発売されます。ぜひご期待ください。またそれに先立ちまして、本日12月8日19時よりアマゾンにて予約販売が全世界一斉スタートいたします。ぜひ皆様からも SNS などを通じて発信していただければ幸いです。それでは最後に国土交通省観光庁観光地域振興部長村田茂樹様よりご挨拶を頂戴いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました観光庁の村田と申します。本日は神カリスマ東京2021アワードがこの東京におきまして滞りなく催されましたこと、心よりお喜び申し上げますとともに、受賞された我が国を代表するトップスタイリストの皆様、それからサロンの皆様に心よりお祝いを申し上げます。さて、我が国の観光を取り巻く状況でございますけれども、ご承知のようにコロナウイルスの影響によりまして全国の観光に関わる地域経済全体が
深刻な状況に追い込まれてきたところでございます。観光庁でおきましては、このウィズコロナの時代におきまして、感染拡大防止の徹底を図りながら、安全で安心な新しい旅のスタイルを普及、定着させるということによりまして、国民の命と暮らしを守り抜くという重要なチャレンジといたしまして、GoTo トラベル事業を実施しているところでございます。これと合わせまして、今後のインバウンドということを見据えながら、これからは国内外の観光客が安心して観光を楽しんでいただけるように、新たな生活様式に沿った観光コンテンツの整備というものも重要になってきていると認識しております。特に魅力あるこのようサロンのような癒し、こういった体験型観光コンテンツの一つとして潜在能力を有しているのが日本の美容文化でございます。全国には約25万件の美容室、約53万人の美容師がおられると言われております。その中でも東京は世界でも類を見ない激戦区でありまして、ここから生まれた神カリスマをこのような場で広く世界に情報発信し、優れた美容サービスを体験しやすい環境を実現していくということは、我が国の日本の美容文化のさらなる発展につながることと確信しております。このような厳しい環境の中で技術やサービスが磨かれ、そこから生まれる美容文化が世界に誇れる観光資源となり、そしてインバウンドに向けての新たな体験型観光コンテンツとして成長していくことを心から祈念いたしまして、簡単でございますが私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。村田部長どうもありがとうございました。また本の販売を記念してこちらもスタートいたします。こちらをご覧ください。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で活動ができませんでしたが、改めて日本のカリスマ美容師たちの個の技術を世界に発信していく、今回発売される書籍神カリスマ東京2021ヘアサロンガイドをベースに、来年2021年春、選ばれた東京のカリスマ美容師ヘアサロンを紹介する特別なサイトとして神スマが始動いたします。本日来ていただいた皆様のご協力なしでは成立しない企画だと考えております。世界中から日本のカリスマ美容師との出会いを楽しみに観光に訪れる方もおられますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。また最後にこちらの映像をご覧ください。ご覧いただきましたように、次回の神カリスマ2022アワードは2021年12月7日火曜日に開催が決定いたしました。第3回を迎える次回開催はいよいよ日本全国へと拡大いたしますので、どうぞご期待ください。以上をもちまして表彰式を終了させていただきます。本日は神カリスマ東京2021アワードにご来場いただきましてありがとうございました。ではこの後受賞された皆様の写真撮影を順番に行います。まず総合部門2つ星、メンズスタイル部門2つ星受賞の皆様、順番に盾をお渡しさせていただきます。お名前を呼ばれました方からステージへお集まりください。
写真撮影は回数を分けて撮影をさせていただきます。また総合部門一つ星、メンズスタイル部門一つ星受賞の皆様はステージに向かって左手、あちらのあたりのスペースにお集まりください。盾をお渡しさせていただきます。またパーマ部門、ヘアカラー部門、トリートメント&スパ部門受賞の皆様は今しばらくお席にいてお待ちください。お名前は3回お呼びさせていただきます。いらっしゃらない場合は申し訳ございませんが、お時間の都合上先に進めさせていただきます。それでは総合部門、メンズスタイル部門の二つ星受賞の皆様から撮影をいたします。お名前を呼ばれました受賞者の皆様はステージへお集まりください。今しばらくお待ちください。またご覧のようにステージにはアクリルパネルをご用意いたしております。マスク、マウスシールドを外して写真撮影に臨んでいただくんですが、その間会話は控えていただくようにお願いいたします。ではお待たせをいたしました。メンズスタイル部門2つ星の方からお名前を読み上げさせていただきます。ラグゼの板倉満さん、いらっしゃいましたらどうぞステージの方にお越しください。ガーデン東京の河野よしきさん、サンバレー渋谷健太郎さん、サイドバーン太一さん、ノラジャーニー田中守さん、 K2 銀座塚本茂さん、一つ星受賞の皆様はどうぞあちらのあたりにお集まりいただけますと幸いです。お願いいたします。はい、では薗浦副会長、今井先生、村田部長、ステージへご移動をお願いいたします。それありますが、マウスシールドをしまっていただいて写真撮影をお願いいたします。ではご準備よろしいでしょうか。まずはスチールカメラの方をご覧ください。どうぞ笑顔でお願いいたします。笑顔でよろしくお願いいたします。スチールカメラの皆様よろしいでしょうか。はい、では続きましてムービーカメラの方をご覧いただけますでしょうか。お願いいたします。こちらは多少動いていただいても大丈夫ですので、満面の笑みお願いいたします。
よろしいでしょうか。はい、どうも皆様ありがとうございました。受賞の皆様はお戻りください。薗浦副会長、今井先生、村田部長はまた撮影がございますので舞台の袖でお待ちいただけますようお願いいたします。はい、また、受賞者の皆様、階段を降りて左側にお進みになりまして箱をお受け取りください。舞台左手下にですね箱がございますのでそちらで盾の箱をお渡しさせていただきます。続いての皆様、お名前を呼び上げさせていただきます。ゴールド中村富吉さん、ミスターブラザーズカットクラブ中目黒西森智也さん、国運表参道バンさん、ジェノ堀江正樹さん、アビー松永秀樹さん、オーシャン東京原宿三品康平さん。では皆様、恐れ入りますがマウスシールドを取ってポケットなどにおしまいいただけますでしょうか。また盾の準備をお願いいたします。先生もお入りいただけますでしょうか。では皆様準備よろしければまずはスチールカメラから撮影をいたします。笑顔でお願いいたします。今豊田さんも一緒に撮影に加わっていただきます。少々お待ちください。大変失礼をいたしました。はい、恐れ入ります。大変失礼をいたしました。はい、豊田さん、今ちょっと盾の確認をしております。少々お待ちください。申し訳ございません。大変お待たせをいたしました。豊田さん、失礼をいたしました。では写真撮影改めてお願いいたします。チールカメラマンの皆様、こちらでお願いをいたします。満面の笑みでお願いいたします。はい、では後ろにムービーカメラがございますのでそちらをご覧ください。ぜひ笑顔ですな、笑顔でお願いいたします。はい、では皆様どうもありがとうございました。どうぞ盾の箱がございますのでステージをお降りになられましたら左手にお進みください。では続きましてメンズスタイル部門一つ星の皆様のお名前を呼ばせていただきます。 K2 銀座相葉和正さん、はい、
どうぞステージにお上りください。ノラジャーニーのあがたさとみさん、はい、今井の有村雅弘さん、はい、有村雅弘さんいらっしゃいますか。はい、失礼します。ショスピエアンレトンの安西由美さん、おめでとうございます。ベル銀座5丁目店の飯田隆さん、ミンクス銀座5丁目店の池戸裕二さん、おめでとうございます。サバービアの石川秀則さん、四季の磯田元則さん、皆様恐れ入りますがマウスシールドをお取りになりまして、ポケットなどにおしまいいただけますと幸いです。今井先生恐れ入ります、少々お待ちください。今井先生すみません。今パーテーションをご用意いたしました。お待たせいたしました。すみません、ご配慮いただきましてありがとうございます。それでは皆様準備よろしいでしょうか。スチールカメラからの撮影となります。どうぞお願いいたします。はい、笑顔でお願いいたします。はい、ではよろしいでしょうか。続いてムービーカメラお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。はい、皆様どうもありがとうございました。どうぞステージをお降りになりまして、左手に箱をお渡しさせていただきますので、どうぞお進みください。続きましてザ・レミーの上田龍二さん、上田さんいらっしゃいますか。はい、ザ・レミーの上田龍二さん、じゃあ後ほどまたお名前を呼びさせていただきます。続きましてグリコの江崎義隆さん、ビュートリアム青山 ST 奥山正則さん、ありがとうございます。続いてアビーの小田島信人さん、アビーの小田島信人さん、はい、おめでとうございます。アクア表参道の小村純子さん、おめでとうございます。カーニバルのカズさん、おめでとうございます。ルーツヘア&メイクアップの加藤隆子さん、ローネス表参道の片山良平さん、
はい、では恐れ入りますがマウスシールドをお取りになりましてポケットなどにしまっていただけますと嬉しいです。すみません、お願いいたします。はい、では撮影をお願いいたします。まずはスチールカメラお願いいたします。ぜひ笑顔でお願いいたします。はい、ではよろしいでしょうか。続きましてムービーカメラお願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございました。皆様おめでとうございました。どうぞステージお降りになりまして左手にお進みください。はい、おめでとうございました。では続きましてエアー青山金丸圭介さん、金丸圭介さんいらっしゃいますか。わかりました。続きましてお呼びします。アビー銀座菊池雄太さん、おめでとうございます。メンズラピスクニさん、おめでとうございます。シックス久保裕二さん、おめでとうございます。サロン銀座熊谷慎さん、サロンダコタ小谷秀親さん、柿本アームス青山店小林智博さん、トニー&ガイ西賀秀俊さん。登壇されました方はマスク、マウスシールドをお取りいただいてお待ちいただけますでしょうか。お願いいたします。はい、ではご準備お願いいたします。皆様おめでとうございます。マスクをお取りいただけますと幸いです。そのままで、ね、わかりました。恐れ入ります。ではスチールカメラからお願いいたします。はい、続いてムービーカメラをお願いいたします。はい、皆様どうもありがとうございました。おめでとうございました。どうぞステージをお降りになりましたら左手にお進みください。そしてパーマ部門受賞の皆様はステージ左手側のスペースにお集まりください。あちら側ですね。パーマ部門受賞の皆様はどうぞあちらのスペースにお集まりください。続きまして新斉藤翔太さん、はい、視野表参道坂狩智孝さん、アピッシュ銀座坂巻哲也さん、国運表参道さくらさん、シーカ2階
佐藤真理さん、アンネ沢野秀樹さん、フィルムス銀座しだらまさきさん、オーシャン東京ホワイト締めかけ真嗣さん、どうぞマウスシールド等お取りいただいてお待ちいただけますでしょうか。お願いいたします。はい、受賞の皆様おめでとうございます。そうですね、少し前の方に来ていただけますと幸いです。ではスチールカメラから撮影お願いいたします。笑顔でお願いいたします。はい、では続いてムービーカメラお願いいたします。はい、多少動いていただいても大丈夫です。はい、どうもありがとうございました。皆様おめでとうございました。どうぞステージお降りになりましたら左手にお進みください。続いてミスターブラザーズカットクラブ原宿2号店のジュリアンさん、ナヌーク渋谷須崎真嗣さん、ステアケースの時枝博明さん、ミンクス青山店利島武邦さん、ディフィーの青山土橋隼人さん、エアー銀座長戸正和さん、ミンクス銀座2丁目店中野太郎さん、皆様おめでとうございます。はい、ミンクス銀座2丁目店の中野太郎さん、いらっしゃいますでしょうか。ブリッジの西本庄司さん、はい、西本さんありがとうございます。はい、中野さんもいらっしゃいます。ではマウスシールドとまだつけてらっしゃる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。ではご準備よろしいでしょうか。スチールカメラからお願いいたします。今井先生ありがとうございますありがとうございます。では笑顔でお願いいたします。続いてムービーカメラお願いいたします。では皆様おめでとうございました。ありがとうございました。どうぞステージを降りて左手にお進みください。続いてはシエカ野口和弘さん、シアン野々口優子さん、サリ畑なるみさん、銀座ピーカーブー並木通り福井辰正さん、銀座ピーカーブー中央通り
堀内邦夫さん、ベル銀座5丁目店堀之内大輔さん、ローネス表参道本田春彦さん、センスオブヒューモア増田和俊さん、はい、皆様おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ではご準備よろしいでしょうか。スチールカメラからお願いいたします。はい、ありがとうございます。続いてムービーカメラお願いいたします。どうぞ後方ご覧ください。はい、笑顔も見せてくださいますと嬉しいです。はい、では皆様ありがとうございました。おめでとうございました。どうぞご講談いただいて左手にお進みください。はい、続きまして車中渋谷本店宮地則義さん、あんあみ森内正樹さん、森内正樹さん、ありがとうございます。すみません。ミンクス青山店安田幸義さん、デイトゆうまさん、ベレーザ流星さん、この中でメンズスタイル部門一つ星受賞の方でお名前呼ばれていない方がいらっしゃいましたらどうぞお知らせください。いらっしゃらないでしょうか。メンズスタイル部門一つ星受賞でまだ呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。総合部門メンズスタイル部門一つ星受賞でまだ呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。では撮影と参ります。お待たせをいたしました。スチールカメラからお願いいたします。はい、笑顔でお願いいたします。では続いてムービーカメラをお願いいたします。では皆様どうもありがとうございました。おめでとうございました。どうぞステージお降りになりまして左手にお進みください。続きましてパーマ部門受賞のサロンの皆様の撮影に移ります。サロン表彰は各サロンより代表の方1名ずつお上がりください。サロンのお名前を呼ばれました代表者の方はステージへお集まりください。
アフロートシェルハ、アンティアピッシュ銀座、はい、コクーン表参道、リップス原宿、では皆様お待たせをいたしております。まずはスチールカメラの撮影からお願いいたします。では続いてムービーカメラお願いいたします。そしてお待たせをいたしておりますヘアカラー部門、トリートメント&スパ部門の受賞の皆様はどうぞあちらにお集まりください。ステージ上の皆様どうもありがとうございました。おめでとうございます。続きましてミンクス銀座2丁目店、いらっしゃいますか。ミンクス銀座2丁目店の、はい、おめでとうございます。オーシャン東京、シア表参道、ステアケース、はい、皆様おめでとうございます。はい、ザックの方いらっしゃいますでしょうか。パーマ部門受賞のザックの方いらっしゃいますでしょうか。どうぞステージ上にお上がりください。園浦副会長、村田部長、今井先生長時間にわたり申し訳ありません。ありがとうございます。はい、それでは撮影に参ります。準備はよろしいでしょうか。スチールカメラからお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。続いてムービーカメラお願いいたします。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。どうぞステージをお降りになって左手にお進みください。
では続きましてヘアカラー部門の写真撮影と移ります。エアー青山、エアー青山の方いらっしゃいますでしょうか。続いてベレーザ、ブロックジャポン、ブロックジャポン、カロン銀座、カナン表参道、ダブ表参道、ダコタレイシー、あ、ごめんなさい、失礼しました。ダコタレイシーの方次の回でした。失礼いたしました。今しばらくお待ちください。失礼いたしました。はい、エアー青山の方、ブロックジャポンの方いらっしゃいましたらステージにお上がりください。こちらの皆様で写真撮影をさせていただきます。はい、皆様おめでとうございます。まずはスチールカメラの撮影からお願いいたします。はい、笑顔で写っていただけますと幸いです。よろしいでしょうか。続いてムービーカメラお願いいたします。はい、皆様おめでとうございました。ありがとうございました。どうぞステージをお降りになって左手にお進みください。続きましてお待たせをいたしました、ダコタレイシー、先ほど失礼いたしました。お願いいたします。ガラ、ノラヘアサロン、車中渋谷本店、サバービア、ビレ、はい、衣装の皆様で写真撮影を行います。ヘアカラー部門の受賞の方でまだお名前を呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。ヘアカラー部門受賞の方でまだ呼ばれていないという方がいらっしゃいましたらお知らせください。ではお待たせをいたしました、撮影と参ります。ではスチールカメラからお願いいたします。ありがとうございます。ムービーカメラお願いします。はい、ありがとうございました。皆様おめでとうございました。おめでとうございます。どうぞ、ではステージをお降りいただいて左手にお進みください。お待たせをいたしております。続いてトリートメント&スパ部門の写真撮影と移ります。アフロートジャパン、ア
ップロートジャパンの方いらっしゃいますでしょうか。はい、アマータ。はい、アマータの方いらっしゃいますか。はい、おめでとうございます。アピッシュ青山。アソート青山。ビュートリアム七里ヶ浜。おめでとうございます。ピーカーブー銀座中央通り。皆様長らくお待たせをいたしました。どうぞ写真撮影をお願いいたします。はい、ではまずはスチールカメラからお願いいたします。はい、続きましてムービーカメラお願いいたします。皆様ありがとうございました。おめでとうございました。長らくお待たせをいたしました。どうもありがとうございました。続きましてローネス表参道。ラグゼミンクス銀座店。ノラヘアサロン。オーシャン東京。Sヘアサロン。はい、皆様おめでとうございます。改めましておめでとうございます。では写真撮影をお願いいたします。まずはスチールカメラからお願いいたします。はい、ではよろしいでしょうか。ムービーカメラお願いいたします。はい、皆様どうもありがとうございました。そしておめでとうございました。どうぞステージをお降りになって左手にお進みください。では続きましてサロンダコタ。シンシアリー。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。サンバレイ、シアン、ウカ丸の内切手店、トリートメント&スポ部門で受賞の方で名前を呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。
い、では大変長らくお待たせをいたしました。写真撮影を行います。スチールカメラからお願いいたします。おめでとうございます。笑顔でお願いいたします。はい、ではムービーカメラお願いいたします。はい、では写真撮影終了といたします。皆様おめでとうございました。ありがとうございました。どうぞステージお降りになりまして、左手にお進みください。薗浦副会長、今井先生、村田部長も長時間にわたりどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でございました。以上をもちまして写真撮影は終了となります。皆様長時間にわたりどうもありがとうございました。またライブ配信をご覧の皆様、ご視聴ありがとうございました。来年神カリスマ東京2022アワードでお会いしましょう。